レジスタンスキャンプに書かれていた数列を座標に変換するとこの辺りになるはずなんですが。 9S 殺す殺す殺す仇殺す邪魔するやつみんなアンドロイド許さない、みんな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 カラ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 5 6 7。この機械生命体の解析を。え、どうしてですか。ちょっと解析完了。当該機械生命体は仲間を破壊されている。その怨恨を理由にレジスタンスの男性をここに呼び出し、最終的に破壊した模様。機械生命体が復讐した。そんな複雑な概念を持っているなんてちょっと考えづらいですが、この遺体はレジスタンスキャンプで依頼された探し人でしょうか。メモリを調べてみましょう。この人も復讐のためにここに来たんですね。そして弱い方が殺された。今回の件、依頼人の女性に報告するの気が重いですね。真実を知ったからには言わないと。それがどんな真実でも。
報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。されたプラグインチップの信号コードを確認。概略位置をマップにマーク完了。捜索中のプラグインチップの信号コードを確認。予測。機械生命体が装備中。中のプラグインチップを入手。捜索中のプラグインチップを入手。疑問。当該プラグインチップの使用について。使用報告。本プラグインチップはヨルハブ隊員専用モデル。通常アンドロイドが要求するのは非合理的。ヨルハブ隊員専用チップ。
通信。警戒連絡。現在廃墟都市地区でヨルハブ隊員が行方不明になった。機密情報が入ったプラグインチップを持っているため捜索している。詳細な情報を収集するように。了解。機密情報の入ったチップ。ヒット。キャッチ。
ホットが釣れた。報告。何らかの理由によりセーフモード状態で投棄された模様。再起動と所有権の上書き確認を。起動確認。アクセス成功。所有者の上書き登録成功。特殊兵装が使用可能。反応なし。終了。機械生命体がいるな。敵個体の一部からジャミング電波を確認。ジャミング？厄介ですね。
非正規界生命体の排除およびアクセスポイントの復旧を確認。バンカーより 2B へ。たった今アクセスポイントの回復を確認した。ご苦労。司令官、その件で報告があります。何だ？アクセスポイント不調の原因はジャミング電波を出していた機械生命体が原因でした。その設備が我々の通信端末であることを理解してるってことか。それだけじゃありません。奴らは通信端末であることを理解しているのにアクセスポイントを破壊していませんでした。多分罠を張ってたんだと思います。そこまで知性が発達してるのか、機械どもめ。この件は月面の人類会議にも共有しておく。了解。
6O より 2B へ機密レベル5通信。廃墟地帯に派遣されていたヨルハブ隊員の一部が脱走。直ちに対処してください。 2B さん、無理しないでくださいね。そんな、ヨルハブ隊員が脱走、それにレジスタンスキャンプを襲ったなんて。提案、被害を抑えるために早期の捜索と当該ヨルハブ隊員の捕獲。捕獲って言ったって。オペレーター 6O より 2B さんへ、聞こえますか？聞こえてる。廃墟都市に設置してある転送装置が故障したみたいです。このままだと地上活動に不具合があるので、時間があるときにでも修復をお願いします。了解。詳細はメールさせていただきました。よろしくお願いします。
報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。転送装置が使用不可能な場合、データのアップロードなどに著しい不具合が生ずる。推奨。転送装置の早急な復旧。了解。装置周辺に適正機械生命体妨害電波を確認。推測。転送装置の不具合は敵の妨害電波に起因。推奨。当該機械生命体の速やかな破壊。これで全部か。一応転送装置本体も調べてみよう。機能に問題ないみたい。報告。転送装置の正常動作を確認。こちらヨルハ部隊 2B バンカーオペレーター6層に通信。あ、2B さん、お疲れ様です。指定された転送装置を復旧した。原因は敵機械生命体の妨害電波。了解しました。ありがとうございます。司令部内で情報共有しておきますね。あと特別報酬のデータをメールします。了解。でもいいですね、 2B さん。いや戦闘任務は大変だと思います。ただ地上の綺麗な風景を見られていいなって、私もいつか降りられたらいいなって思うんです。そう、無駄話しちゃいましたね。ごめんなさい。それじゃ失礼します。トゥビー、ちょっと待ってください。この機械生命体まだ生きてますね。じゃあ破壊を。いえ、その必要はないと思います。駆動部分が破壊されているので攻撃してくる心配はありません。調べてみると何か面白いものが出てくるかもしれません。地点の情報を入手。マップにマーク。
でも倒すべき機械生命体を修理するなんて複雑な気分。情報はあればあるに越したことはないですよ、トゥビ。なかなか素材が集まらない。オペレーターさんに聞いてみましょうか。こちら 2-1-0、 どうしました？オペレーターさん、ちょっと聞きたいことがあるんですけど。僕たち新品のネジを探していて、どこで入手できそうか分かりませんか？それなら大型二足歩行の機械生命体から入手した記録が残っています。助かります。大型二足歩行、確か砂漠地帯にいた。行きましょう。あれはヨルハ部隊。報告、捕獲命令を受けているヨルハ部隊員 22B および 64B と確認。バカ、追ってな。武装展開、隊長に連絡。はい。あなたたちには任務放棄の罪で司令部から捕獲命令が下っている。おとなしくして。うるせえ。報告、捕獲命令を受けているヨルハ部隊 22B および 64B と確認。くそ、やってやる。
これは22B64B。 確認。逃亡夜破棄隊の元隊長 8B 推奨捕獲。お前たちがやったのか。お願い、抵抗しないでください。うるさい、何も知らないくせに。報告、機体 8B は近接戦闘特化型モデル、推奨遠距離攻撃による破壊。破壊って。どうしてこの人たちはレジスタンスキャンプから物資を盗んだりしたんだろう。そうだ、アネモネさんなら何か知ってるかも。トゥビー、分かった。
司令部に通信。こちら 9S 応答せよ。こちら 2-1-0 どうしました？実は逃亡したヨルハ部隊についてなのですが。はい、こちらでもその情報を確認しました。しかし司令官から言われているような盗難事件はレジスタンスキャンプでは発生していませんでした。一体これって。当該案件へのアクセスはできません。え？司令官命令によるものです。え、どういうことですか？ナインニュース、気をつけて。私からの情報は以上です。あれ、オペレーターさん、どうして。行こう、ナインニュース。でも私たちは戦うだけだ。
ネジがあればあの大きな機械生命体を修理できますね。されていた目的を達成。
た目的を達成。アクセスポイントからメール受信の連絡。
なかなか素材が集まらない。なかなか素材が集まらない。なかなか素材が集まらない。トゥービー、何、いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナイン S で十分伝わる。まあそうなんですけど。何でしょうね今の。そう、それにしても母に子供か。機械生命体が家族という組織を形成しているなんて驚きですね。連れ戻したらお礼に脳回路を覗かせてもらえないかな。行き過ぎた探求心は悪趣味。冗談ですよ冗談。トゥービー気をつけて。あそこ、怖かった？もう大丈夫だよ。早く戻ろう、別の敵が来るかもしれない。そんなダダをこねないで。トゥービーどうしよう、
こんな小さな機械生命体の相手をしたことなくて。私にもわからない。言ってるそばから来ましたよ、トゥービー。わかってる。お母さんはいつもお兄ちゃんばっかり褒められた。さらわったのはお父さんなのに。僕のせいにされた。先にたたいてきたのはお兄ちゃんなのに。僕が悪いって。いつも僕だけ我慢しろって。お母さんは僕が嫌いなんだ。お母さんだって嫌いだ。気は済んだ？お母さん、心配してたよ。だから僕たちが来たんだ。一緒に帰ろう。僕たちから離れちゃダメだよ。ちゃんとついてきて。してたよ。だから戻ってちゃんと謝ろうね。